あ、今日も仕事が大変やな。お姉ちゃんお姉ちゃん、どうしたんや葵。SCP 財団って知ってる？知ってるも何も、うちらの職場やろ。私が言ってるのはインターネット上に存在するシェアワールド型創作サイトのことだよ。葵、SCP コンテンツでメタ要素は混乱のもとやで。今日はお姉ちゃんに、私の好きなオブジェクトを紹介しに来たんだよ。声聞こえてる？それじゃあ早速紹介していこうか。このためにホワイトボードももらってきたからね。返してきいホワイトボード。持ってかれて困っとるで多分。うわ、なんか落書きされてる。消しちゃおう。心失ったんか？それじゃあ早速やっていこうか。お姉ちゃん、ホワイトボードどっから持ってきたんかだけ教えてくれる？うち後で山口さんに謝らなあかんから。今日私が紹介したいのは SCP-4936 だよ。メタタイトルはネタバレになっちゃうから後で発表しようかな。収容クラスはユークリッド、学ランクラスは駅、リスククラスはコーション。オブジェクトの影響範囲は広いけど、ファイジにはならないってところかな。えげつないことにならんのは安心やね。妹が黒系の報告書を機器として持ってきたら、うち倒れてまうで。収容手順は、基本的にはカニザベータ製の監視。だけど、夏になったら SCP-4936 は地球に移動する可能性があるから、そうなったら地球で4936を探すことになってるよ。何やスケールの大きい話やね。カニザって日本だと冬頃に見える星座やんな。星座占いだと7月やけど、星座占いに出てくる星座って時期になると太陽の後ろに隠れちゃって見えないから、カニ座の時期の夜空にカニ座がいないってなんだか間抜けの話だよね。それはそうと、カニ座なんて遠いところから地球になんかがやってくるってあんまええことにはならなさそうやね。リスククラスが青だし、映画のエイリアンみたいになることはないだろうけどね。財団はこのオブジェクトが地球にいる間、オブジェクトの護衛と報道管制を行うことになってるよ。加えてカニの大量絶滅が起こった時のプロトコルを別で作ってるところなんだって。これは4936が無力化した時に有効化されるよ。カニの絶滅、いまいちよくわからへんけど、後々出てくるんかな。うん、どういう意味かは後でわかると思う。説明、SCP-4936 はカニ座ベータ星、カニ座で一番明るい星だよ。星、構成1個丸ごとオブジェクトなんか、やっぱりスケール大きい話やな。ちなみに、カニ座ベータ星はこの星だね。太陽から290光年ぐらい離れたところにある星だよ。そしてこの星は、あらゆるカニを体現する、概念物理学的な異常存在だと想定されてるんだって。ああ、その説明やとようわかれへんな。概念物理学って何や？うん、お姉ちゃんは知らないだろうなって思ったよ。お姉ちゃんって何にも知らないもんね。口は慎め。概念物理学っていう言葉は、カノンハブ、サイト17新演目録でよく登場するものなんだよ。知らなくても無理はないと思う。これは要するに、概念の具現体について研究する学問分野だね。わかりやすくするために、一つ、概念物理学的なオブジェクトの例を見てみようか。これは、概念物理学について取り上げたとても面白いテールの中で、例として惹かれているオブジェクトだよ。SCP-4752、山なりの経済。オブジェクトクラスはセーフ。SCP-4752は、南極に存在する巨大な山脈だよ。この山は16世紀頃からだんだんと質量が山頂の近くに動いてるんだって。地質学的な調査の結果、この山の質量が大きく変化した時期を特定することができたんだけど、これを見るとこの山の面白い性質がわかるよね。何やろ。あ、1929年10月24日ってウォール街の大暴落が始まった日やなかったっけ。それと2008年9月15日はリーマンブラザーズが倒産した日やな。さすがだよお姉ちゃん。これらの日付は全て大規模な経済危機が発生した時期と一致するんだよ。一つ一つの解説はしないけど、世界経済の状況と4752の質量の移動は連動していることが分かってるんだって。ほーん、そりゃすごい。つまりこの山は世界の経済状況を反映して質量が動いてるってことなんか。いや、どうやらそういうことではなさそうなんだよね。ある時、アノキストという要注意団体がこの山で核爆弾を爆発させたんだって。そうすると世界の経済生産高が 26% も減少しちゃったんだ。この出来事はお姉ちゃんの予想は順序が逆だってことを示唆してるよね。つまり世界の経済がこの山の形を変えてるんやないってことか。この山の形が世界の経済の状況を決めてる。そう、SCP-4752 は言うなれば、世界の経済という抽象的な概念が、山という物理的な実態を持った存在なんだよ。この山はすなわち経済であり、経済の変化はこの山の変化と同義ってわけ。概念物理学部門がどういうものを相手にしているのかが分かったかな。これが概念物理学的なオブジェクト、実態を持った概念であり、それらが世界に与える影響は計り知れないものなんだ。確かに、この山は経済です。なんてわけ分かれへんよな。それが言葉そのまんまの意味だってんだからなおさらだ。さて、それを踏まえて4936に戻ろうか。カニザベータ星は、あらゆるカニを体現する概念物理学的な異常存在なんだ。すなわち、カニザベータ星はカニという概念の物理的な姿ってことだね。カニザベータ星はカニやった。自分で言ってて意味わからんけど、すっごい不可思議な状況やね。SCP-4936 がカニの概念物理学的実態である以上、4936を収容することは、すべてのカニを収容するということにつながるわけだよね。4936が傷つくと、すべてのカニが傷つくんだし、収容プロトコルで護衛を行ってる理由がわかるよね。そして厄介なことに、4936は、普段は星として宇宙に浮かんでいるんだけど、夏になるとカニの姿
型になって地球に飛んでくるんだよ。カッカニの星がカニになって飛んできよる。ほとんどバルタン星人やないか。4936が地球にやってくるというこのイベントは、毎回こんな過程で進行してるんだって。なんか、こう見ると普通のカニみたいだよね。浜辺に上陸して、砂に埋まって、夜になると他のカニと交流。なんやこいつは、一体何をしに来とるんや。誠実から見たら当たり前なんだけど、祭壇の機動部隊が真剣にこのカニを護衛してるのは、なんだか面白いよね。そんな感じに微笑ましさも感じられるようなオブジェクトだけど、最初にこれが祭壇に捕捉された時は、かなりの脅威として捉えられたんだって。まあ、四つらの星が一つなくなってるんだから、とんでもない相手だと考えるのが自然ではあるんだけど。てなわけで、初めてカニザベータ星がなくなったことが観測された時には、結構な騒ぎになったみたいだね。そら、星が一つなくなったらビビるやろ。もしかしたら星を消し飛ばせるとんでもない奴がおるのかもしれんし。そうでなくとも、星座の星が消えてもうたらベールの危機や。概念物理学部門は、地球とカニザベータ星の位置を結んでいる放射線を観測して、それが地球のどこに繋がっているかを調べたんだ。調査の結果、ギリシャのナボイオ海岸にいた宇宙船を放つカニを発見したんだけど、その報告を受けた監督評議会は、動物収容チームを3組現地に送ったんだって。概念物理学部門は、監督評議会のこの決定に対して異議を唱えたんだ。というのも、そのカニがもし概念物理学的アノマリーだったら、収容した際に起こる出来事が予測できないんだよ。さっきも話したけど、このカニはカニという概念が形を持ったものだからね。さっきの説明の時にも書いとったな。こいつを収容すると、すべてのカニが何らかの要因で収容されるって。そもそも、もし今回の収容作戦でこのカニを撃ち殺したりしたら、カニが絶滅する可能性もあったわけやし。今は、4936が何らかの要因で死んでしまってカニが絶滅した時のために、対応のためのプロトコルを起草してるんだけど、この時点では何も手を打てていないからね。下手をしたら大変なことになっちゃうんだよ。この即時収容中止願いでも、かなり強い言葉で監督評議会をいさめとるな。ちなみに、この時に4936が姿を変えたのはこのカニだね。なんか可愛くない？食え変化には好きやない。監督評議会は概念物理学部門の要請を受理して、現地に派遣されていた機動部隊を撤退させたんだって。そして、O53 直々にナボヤ海岸へ出向いて、概念物理学部門の博士と会合を持つことにしたんだ。おう、O5 が直接とは公正なことやな。それほど逼迫した事態だったってことなんか。この事態記録が報告書に載ってるから、ちょっとこの記録を見てみようか。今日は、豪華な再現ビデオまで用意したよ。あいあい、ほなそいつを見てみようか。フォード、ここで降ろしてくれ。キャンデル、スミス、どうやらアルバだ出迎えてくれるようだ。用意を。一緒に来てください。見せたいものがあります。もし話し合いの場を移すなら、警護部隊に同伴してもらう必要がある。お望みなら彼らもご一緒に。ところで、君の要請を読ませてもらった。本当にそうであってほしいものです。理解できましたか？ああ。後半を除けばね。概念物理学のあたりは多分、どういうものなのか改めて説明してもらえると助かる。エメリー、生涯を捧げてきた分野について講義できるのは光栄ですが、あのメッセージから読み取ってほしかったのは、そんなことではありません。私の頭越しに指示を飛ばしたのが問題なんです。エメリー、あなたはそのせいで、危うくベールを破りかけたんですよ。星が一つ消えたんだ。アルバ、何か手を打つ必要があった。もし報告書を理解したなら、星が見つかったとわかるはずです。さあ、着きました。ほら、信じられないならどうぞ、横のスイッチを入れて左上の数値を見てください。うん、スタックオーバーフローエラーを起こしたぞ。これは正常な動作か？私が操作するとうまくいきますね。あなたのいわゆる O5 フィールド、それがおそらく干渉しているんでしょう。クソ、ちょこまかしやがって。ところで、私が今では監督者なのを思い出してもらいたい。君は呆れるほどあっさりとそれを忘れてしまったようだ。そうですね、おめでとうございます。さあ、見てください。それと、右側にいるカニたちからも目を離さないように。アルバ、それは本当に大丈夫な？そんなことをすべきではなかったぞ。君の報告書が正確だとすれば、世界中のカニが、もし問題になったら評議会が何とかして解決するでしょう。アルバ、もういい。言いたいことはよくわかった。そのカニを自由に徘徊させろというなら、そうしようじゃないか。それは、論点が違います。これが何なのかわかってないようですね。あれはカニザベータ星だ。星だ。ある種のカニの神だ。君がそれを強く印象付けたんだぞ。もう少し私と一緒に歩きましょうか。警護部隊には下がっていろと伝えてください。プロトコル違反なのはわかっていますが、そもそもプロトコルのせいでここまでややこしい状況になったんでしょう。
ここには古い貿易船があります。名前はパナヨティス号。どうも私たちの小さな友はあの船に心惹かれているようです。世界一悲しい出来事だと思いませんか？40年も海を渡ってきた船が骨抜きにされ、搾取され、ありきたりなスクラップの山と同じように捨てられたなんて。手に取っても構わないか？場合によりますね。私があれやこれやと動いたのは、このカニが何にも増して保護を必要としていると訴えるためです。カニを手に取っても構わないか？あれば。この船から略奪しないでください、エメリー。今回ばかりはしないさ。近頃はいくつかの進展があって、私の心に重くのしかかっている。今何をすべきかは分かっているつもりだよ。ありがとうございます、エメリー。どうやら私のことが好きらしい。ああ、その通りだと思いますよ。きっと自分を傷つけたりしないと分かるんでしょう。さようなら、旅行者よ。さようなら。なあ、もしかしたらあいつを船に近づけるのはまずいんじゃないか。かなりガタが来ていそうだ。万が一のことがあれば。ええ、私もちょうど同じことを考えていました。なんや微笑ましいことが起こっとったけど、それじゃあ対応記録を詳しく見ていこうか。概念物理学部門から提出された収容中止願いを受けて O53 は現地に出向きました。向かった先には概念物理学部門のチェヌビエーブ博士がいました。ハーロー・チェヌビエーブって人物は概念物理学系の記事の中でたまに登場するから、名前を聞いたことがある人もいるかもね。有名どころだと SCP-6820 終了思考があるかな。ジュヌビエーブ博士は O53 を潮招き状態の SCP-4936 がいる浜辺へ案内します。博士は O53 の前で一匹の潮招きを撫で始めました。すると浜辺にいるすべてのカニが博士に撫でられている潮招きと同じ動きをし始めました。 SCP-4936 はカニの概念そのものだから、4936が受けた影響はすべてのカニに反映されるわけだよね。概念物理学についてよう理解して変風やった O53 に見せるには効果的なデモンストレーションやな。積極的な収容をするべきやあれへんちゅう博士の提案も、こんな様子を見せられたら一発で理解できるわ。どうやら4936はナボヨ海岸に打ち上げられた古いナンパ船に付いてるみたいだね。ちなみにパナヨティス号っていうこのナンパ船はナボヨ海岸に実際に存在するものなんだよ。イリュになってる綺麗な砂浜にボロボロのナンパ船がポツンと漂着してる光景、芸術的な美しさがあるな。めちゃめちゃ綺麗な海と相まって一枚の絵みたいや。一生に一度は行ってみた見あるよね。ギリシャの小さな島だからフラッと行けるところじゃないだろうけど、 O53 はチュヌビエーブ博士から4936を受け取って指で撫でてみたんだって。4936も手の上でおとなしく撫でられてるみたいだし、なんだか可愛いよね。うち虫とかは絶対触れへんのに、カニとエビだけは手で持てるんよ。これってなんでなんやろね。茹でられてるからやろか。勝手に茹でないで。この子を茹でたら世界中のカニが茹でられちゃうから。 O53 はしばらくこの子をめでてから地面に放してあげました。そうしたら4936はパナヨティス号の方に向かっていきました。 O53 とチュヌビエーブ博士はこのカニが古くなったパナヨティス号の下敷きになっちゃうことを懸念して後を追いかけていきましたとさ。この短い接触の中でもうこいつに愛着を抱いてる感じやな。ちょこちょこ動くちっこい生き物が可愛いっちゅうのはわからんくもないわ。カニって絶妙な愛らしさがあるよね。なんでなんだろう。目かな。4936との一連の接触の後、 O53 は監督評議会に対してある提言を行ったんだ。この提言の全文では、祭壇は訓令である確保収容保護に基づいて地球上の各生物種の保全という指針を打ち立てているっていうことを言ってるね。 O53 の出した提言はこの指針にのっとって、もし XK+ シナリオが発生した際には SCP-4936 を安全な収容チャンバーに避難させようというものだったんだよ。なるほどな。こいつはカニっちゅう概念そのものやから、こいつを安全な異次元に逃がすさえすれば全てのカニが安全な異次元に送られるわけやな。そうすれば少なくともカニは XK+シナリオを生き残れるわけや。極端な例を言えばそういうこと。もし他の生物種、それに人間が全滅したとしても4936が安全だったらカニっていう生き物は残り続けていくわけだからね。かなりマクロな視点やな。世界を守る組織なんやし、人間だけを見ていてもあかんのは当たり前やけど、そこでカニが出てくるっちゅうのは気の抜ける話やね。そして投票の結果、この提言は賛成9、反対1、棄権2で承認されたの。これで晴れて4936は保護されることになったんだよ。よかったやん。これでカニが収容されてもうたら、もう二度とカニ鍋が食べれへんようになるとこやった。カニってカニ鍋のために存在してるわけじゃないと思うよ。余談だけど、深淵目録知ってる人は唯一拒否してるのが O59 だってところでちょっとニヤッとできるよね。提言の承認を受けて O53 は声明を出したよ。要約すると、祭壇の使命は人類を保護することだけど、もし人類が死に絶えるとなった時には他の生命体を保護するのも使命だって言ってるね。そしてそのために一面に4936の収容チャンバーを建設し、 K+シナリオが発生した際にはそこに避難させるという計画が立てられたんだよ。祭壇が守っとるもんの大きさが分かっ
るわ。人間本位と世界は守れへんのかもしれんな。この命取りな宇宙に残される最後の希望はギリシャの浜辺で休眠する一匹の小さな潮招きなのかもしれない。一見笑える話だけど、世界の終わりが背中合わせになってる祭壇にとっては真剣な話だってことが伝わってくるよね。世界を守るっちゅうことの大変さが身にしみるな。この決定の6年後、 SCP-4936 からとあるメッセージが届きました。内容は次のようなものです。見守ってくれてありがとう。宇宙はとても寒いです。来年の夏にまた会いましょう。SCP-4936 はメッセージの送信直後にカニ座へ帰還しました。なんや、こいつ、結構可愛いやんけ。以上、SCP-4936、夏休み、でした。